天孫降臨の時、ニニギノミコトは美しい木の花サクヤ姫に出会いました。一目惚れしたニニギノミコトは木の花サクヤ姫にプロポーズしました。木の花サクヤ姫は父親である大山積みの神に相談したいと返答しました。大山積みの神はそのプロポーズを大変喜び、姉の岩永姫を添えて二人の娘を差し出しました。しかし岩永姫は大変醜く、ニニギノミコトは岩永姫を送り返しました。送り返された大山積みの神はこう言って大いに嘆きました。木の花咲夜姫には花のような繁栄、岩永姫には岩のような永遠の命が約束されていたのに、返されたら人類の寿命は花のように儚いものになる。それ以来人類は短命になりました。ある予言書にはこう記述されています。人類の寿命は120歳が最低となります。そして100歳以下で死んだ人は神に呪われた人間として恐れられる。現在100歳以上生きている人はこの地球上でほとんどいません。それがやがて100歳以下で死ぬ人がこの地球上でほとんどいなくなるというのは驚きです。なぜ寿命が延びるのでしょうか。そうです、寿命の神様岩永姫が戻ってくるのです。岩永姫が戻ってくるので人間の寿命が延びるのです。美しく繁栄する木の花咲夜姫、長く続く岩永姫、木の花咲夜姫と岩永姫は陰陽になっているので二人揃っていなければ不十分です。それなら木の花咲夜姫と岩永姫が合わされば最強なのにと思っていると、なんとこの合わさるバージョンが登場するのです。木の花咲夜姫と岩永姫が合体、その名も木の花姫。まるで漫画のような何でもありのストーリー展開です。しかし真実は逆に考えるのが正しいです。心霊界がこうだから漫画家はその心霊界の様相をキャッチし漫画にしていく。もちろん全ての漫画に言えることではありませんが、中には心霊界の様相を描かれている漫画があるということです。そして得てしてそのような作品はヒットする。心霊界が描かれていると人々の御霊の関心を引くのでしょう。では最強の木の花姫についてです。お住まいは富士山、お働きは神の愛を平等に与える。そのお姿は変幻自在に変え、人を救い人を教育、庶民の中にいて改心させるときは相手の立場に身を置く。なんか観音様に似ていますが、早くお会いしたいですね。岩永姫が戻ってくる、木の花咲夜姫と岩永姫が合体する、木の花姫が登場する。木の花姫ってどういう姫なんでしょうかね。やはり未来は明るいです。